NHK 大河ドラマ「晴天をつけ」第32回「A1 銀行をつくる」面白かったですねさてこちらは茅場町駅です東京メトロ東西線私は門前仲町に住んでおりますので隣の駅ですそれではいつものように年表で見ていきましょう 明治5年11月15日この日国立銀行条例発布せられたり明治5年太政官布告第349号明治5年11月28日太政官布告第379号徴兵国有。明治5年11月29日山城屋事件山城屋和助が陸軍省内で自殺しました。 明治5年12月3日、新暦の明治6年1月1日とする旧暦から新暦へと改暦されたことで12月2日が大晦日となり翌日が明治6年のお正月となったのです明治の改暦と呼ばれていますそれではまず銀行発祥の地現水穂銀行兜町支店東京都中央区日本橋兜町 のを目指します。明治6年1月19日木戸孝吉大久保利通に早期帰国の命令が下りました明治6年2月12日「少子会社設立許可せらる」「少子会社と少子資本金15万円と定む」「明治6年3月3日犯罪処分法交付せらる」「栄一の関与するところなり」 明治6年3月15日木戸孝義ドイツ最初ビスマルクの荘園に出席明治6年3月19日ベルリンの木戸孝義と大久保利通に召喚の長命届く明治6年3月20日明治天皇が散髪しました明治6年3月25日新旧交際荘書発行条例制定 英一の関与するところなり。明治6年3月28日大久保ベルリンから帰国の途に就く明治6年4月2日この日在米の大蔵醤油吉田清成に栄一大蔵太夫井上薫と連署の書簡を寄せ「軽録」および「焦点録処分」「六制処分」の儀略決定セルを報ず。 明治6年4月19日司法協・江藤新平文部協・大木隆等、参院議長・後藤祥二郎新しく参議となる反大蔵省の人物ばかり井上薫は参議となれなかった上に各省の権限が全員に移され大蔵省の権力は弱まりました明治6年4月大蔵省議事省廷を反布して 各地方の長官次官74名を介し井上薫大蔵太夫が議長となりて地方要務の所見を議す栄一朝廷の議題を奏し会議に預かる議題の最も重要なるものは地祖改正の方法なりしが審議の結果国盛・民を廃し地下・不税の確立なる新法を実施するに決す。 ここにおいて議長は議員中若干名を委員に選びて地訴改正法を起訴せしめ安るに及び a 一井上太夫と共に審議しまさに聖員の決を仰ぎてこれを交付せんとするに際し a 一井上太夫と共に辞職したるをもってその思行は新たに大蔵事務総裁となれる参議大隈重信によりて行われたり 明治六年五月一日、ウィーン万国博覧会開幕。富岡製紙場から出品された生糸を製造した一等工場十八人のうちの一人として。富岡製紙場初代上長、小高惇忠の長女、小高優の名前があります。明治六年五月三日、各省経費増額の要求ますます激しい。 大,倉大夫井上香織極力論争したれどもついに拒むあたわず辞意を決しりりを集めてこれを継ぐ明治6年5月4日 A1 大蔵太夫井上薫に同じ辞表を法定する明治6年5月7日 A1 大蔵太夫井上薫と連書して葬儀を立て祭り政府財政の基礎を確立すべき必要を通論するその書 新聞史上に現るるに及び、仏議大いに起こる。打上大臣三条実富、大倉省事務総裁三議大熊重信の葬儀に対する反駁書を各省紙府県等に達しす。明治六年五月十四日、栄一願いにより出資を免ぜらる。栄一は井上薫と共に退官、ゲアしました。 明治六年五月二十六日、大久保利通帰国。横浜に到着しました。こちらは東京都千代田区紀尾井町二番地。清水谷公園内。蔵右大臣大久保公哀悼碑。です。明治十一年五月十四日。清尾井坂の辺で暗殺されることになりますが。それはまた後日。 明治六年六月八日、木戸孝義、丸ルセから帰国の都に着く。明治六年六月十一日、栄一、第一国立銀行創立総会に出席。銀行営業方法、三井組、小野組、両組による。役員千人の件、相関役を設くることの三案を定義。かつ、自ら草案する、申し合い規則。 および同増法一読して週に諮り株主の賛同を受く席上栄一取締役に推薦せられしもなお官職にあるをもって辞す明治6年6月12日栄一第一国立銀行総監役就任に関する契約を締結す明治6年6月この月第一国立銀行 大蔵省と監禁取り扱いの約定を締結し地雷その事務を取り扱う次いで内務省駅定寮等の監禁追悼事務にも任じ明治9年6月に至る明治6年6月から7月これより先小野組糸方において浅野神兵を欧州に遣わし産卵士の直輸出を試みしことあり栄一当時、官にありしも この企てに関与せし者の,のごとく情報奇襲に便宜を与うるほか明治6年春浅野の記帳せる後は静止・正法取り調べのため官名・当中なりし渋沢喜作を業務継承者として推薦せしが喜作・記帳せる時でに栄一・大冠の後なりしをもって栄一の後を追うて大冠せる喜作を 野組糸方の総監古川一兵衛の参謀に推薦せり明治6年7月7日この日地平神吉川昭政は書栄一にいたしてストックエキスチェンジの方法書類役所脱行につき一読をこいさらに取り調べ方を依頼す栄一福地源一郎をしてこれが調査に新しめ 当局に接衝して株式取引所設置実現に尽力する明治6年7月8日この日栄一神田小川町浦神保工事より海運橋兜町2番地に移転する明治6年7月20日第一国立銀行仮開業免除をカ付せられ即日営業を開始しました明治6年7月23日 晴天をつけで完全にスルーされている木戸高帰国しましまた明治6年7月31日<ご>第一国立銀行本面状を隠せられこの日株主会議開かる a 一議長となりて創立総会以来開業以前に取り扱える諸般の事務その他を報告し株主の承認を受く引き続き開業式を行われ紙幣の神吉川昭正祝辞を述べ また株主総代として祝辞を朗読す明治6年8月1日これより先7月第一国立銀行資本金を244万800円に定め利益金配当定則所役員月給旅費支給定則その他の初期則を制定する明治6年8月2日第一国立銀行この日より1円2円 5円、10円、20円の5種の種銀行行紙幣を発行す栄一総監役としてこれに預かる明治6年8月13日栄一は柴崎角次郎に命じて越生村に養子渋沢平九郎の見印を求めしめこれを収容しました。 明治6年8月17日閣議で西郷隆盛の検使が決定明治6年9月13日岩倉具美が帰国明治6年10月12日伊藤博文の奔走により大久保利通参議に復帰政官派の添島種臣も参議に復帰しました。 明治6年10月13日以降、大隈重信は反政官派としての活動を始めました。明治6年10月14日、岩倉智美は閣議の席で検視の延期を主張。板垣退助、江藤新平、後藤象二郎、添島種海らは検視の延期については同意していたものの、西郷隆盛は即時派遣を主張しました。 明治6年10月15日閣議で板垣大助江藤新平後藤昌二郎添江島兼臣らは西郷隆盛を支持即時検視を要求した決定は太政大臣の三条実富と右大臣岩倉智美に一任され三条実富は西郷隆盛の派遣を決定したが8月17日の決定を再確認したのみでした。 明治6年10月16日岩倉智美は三条実富のもとを訪れ決断の変更を求めたが三条実富は受け入れず明治6年10月17日閣議は行われず岩倉智美大久保利道、木戸孝義が辞表を提出三条実富は大木高藤と共に岩倉智美邸を訪ねて翌日の閣議に出席するよう説得しました岩倉知美は受け入れず両者は決裂 夜、三条実富は自邸に西郷隆盛を呼び決定の変更を示唆したが西郷隆盛はこれに反発明治6年10月18日三条実富は病に倒れました明治6年10月19日添島兼臣江藤新平後藤昌次郎大木隆頭の4人で行われた閣議は岩倉具美を太政大臣浙江とすることを 徳大寺三年に要望し明治天皇に操上されましたまた反政官派に対する配慮としてもう一度閣議を行う方針を決めました大久保敏道は挽回のための秘策があると見出しました黒田清高を通じて久内省有吉井友真に働きかけ明治天皇が三条三未定への見舞いを行った後に岩倉智美邸に行幸していただき 岩倉具視への太政大臣浙江就任を命じるというものでした。明治六年十月二十日。明治天皇の行幸は実行され、岩倉具視が太政大臣浙江に就任しました。明治六年十月二十二日。西郷隆盛、板垣退助、副島種臣、江藤新平の四三議が。岩倉具視邸を訪問し。 明日にも検視を発令すべきであると主張しましたが、岩倉具視は自らが太政大臣斥候となっているから。三条実朝の意見ではなく、自分の意見を想像するとして、引かなかった。四三議は致し方なしとして退去。明治六年十月二十三日、太政大臣斥候、岩倉具視は散大し。決定の経緯と閣議による決定と、自分の意見を述べた上で。 明治天皇の母政団で剣士を決めると相乗。岩倉智美と大久保利道らは宮中工作を行っており、西郷隆盛ら政官派が散対して意見を述べることはできませんでした。明治天皇は重大事であるから明日回答すると返答。明治6年10月23日、西郷隆盛は参議などを含む官職からの辞表を提出、 の都につきました。明治6年10月24日岩倉朋美による派遣・延期の意見が通り西郷隆盛の辞表は受理され参議と近衛都督を辞職ただし西郷隆盛の陸軍大将については却下され大久保利通木戸孝吉らの辞表も却下されました板垣退助江藤新平後藤昌次郎添島兼臣らが 辞表提出明治6年10月25日板垣泰助江藤新平後藤翔次郎副島兼臣らの辞表受理大久保利通は各省の「京」が参議を兼任すべきと主張しました大蔵卿、大隈重信外務卿寺島宗則公務卿伊藤博文海軍卿勝康義 京大木高藤が参議を兼務大隈重信は佐賀藩の先輩であった江藤新平添島忠臣とたもとを分かったので R 岩倉具美は大久保利通の進言を受けた人事を行ったのでした木戸孝允の反対により参議になれなかった 陸軍京山形有友以外のすべての京が賛議となりました西郷隆盛板垣退助後藤昌二郎に近い官僚軍人が辞職約600名が下野しました特に近衛兵が大量に辞職西郷派の士官で約100名土佐藩出身の士官で約40名が辞職して帰郷しました 明治6年政変、政官論政変とも呼ばれます。明治6年10月31日、ウィーン万国博覧会閉幕。この頃でしょうか。渋沢希作、イタリアより帰国。大倉省を辞め、横浜でキートの商売をする決議をしました。明治6年11月、大久保利道は立憲政体に関する意見書を提出。 将来の政府構想を語っています。明治期に創建された兜神社は金融街の守り神です。東京都中央区日本橋兜町。一の十二です。明治六年十一月十日、大久保利通は強大な権限を持つ官庁。内務省を設置。自ら内務卿となることで、強い権力を握りました。 明治6年11月17日木戸孝義大蔵卿兼任を病気を理由に拒否明治6年12月18日秋田県長里沢銅山村井茂平は司法省裁判所検事局に出訴し井上薫および渋沢栄一等数名連座す明治6年12月25日三条実富の辞表を却下 三条実富は打上大臣の職務に復帰しましまた明治6年12月28日大蔵省の臨審により関西鉄道会社ついに解散せしめらる明治6年12月横浜・キート改め会社の発展に脅威を覚えし外相等通商条約違反を名とし 外交団をして我が政府にその解体を要求せしむることありしかるにこの社たる先に栄一菅にありしころ主張して設立せしめたるものなるをもって大蔵省有事務心得兼租税の神陸宗光神奈川県権礼大江拓、及び会社重役等の依頼を受け 大倉卿大隈重信を訪ぬるとその存続に尽力す。明治6年12月、シャンドが現著者なる銀行簿記政法が刊行。同書はシャンドが英文で表したものを大倉省内で翻訳したもので、日本で初めての日本語による複式簿記の書。執筆中、シャンドは創立間もない第一国立銀行に招かれ、 銀行募金や会計の技術を伝達第一国立銀行の総監の立場にあった渋沢栄一もシャンドから銀行実務の教えを受けた明治6年第一国立銀行一般業務においても諸般の改善を図り営業の発展を期す明治6年下半期11万円余りの純益をあぐ。明治7年 1> 1月7日、この日栄一母渋沢栄行く奉仕して売公員、政党名筆大師という明治16年11月7日に至り戦費渋沢氏、将昆費を谷中墓地に立つ。 明治7年1月14日夜8時過ぎ岩倉朋美が赤坂仮皇居から退出し食い違い門に差し掛かった際不平士族の竹地熊吉らに襲撃される事件が発生食い違いの変上智大学真田堀グラウンドになっている堀に身を隠した岩倉朋美は負傷したものの命に別条なし 明治7年1月17日に武市は逮捕され明治7年7月9日に9名全員が残首となりました武市たちが潜む食い違い門に向かう馬車その距離約1 0 0ル武市は息を殺し馬車が間合いに入ってくる時を待ちますそして馬車が土塁に差し掛かった時国策。 武智たちが一斉に馬車に襲いかかりました。中西茂樹が馬蝶を切り、それに続いて岩田雅彦が馬車の後ろより一刀を突き刺しました。すると馬車からは何者かが転がり落ちました。その者こそ岩倉智美でした。その背後から一刀を浴びせようとしたものの、その刀は岩倉智美を捕らえきることはできません。一方で傷を負った岩倉智美は窮地を脱するため、 捨て身の柵に出ます。なんと、水堀に身を投げたのです。堀の高さは10メートル以上あり、水堀とはいえ転がる最中に当たりどころが悪ければ大けがは免れません。さらにこの日は1月の中旬ということで冷え込み、冷水となった水堀に傷を負った身で飛び込むことも大変危険でした。岩倉智美が水堀に身を投げた時、そのことを知らない竹地は、 観賊を打ち漏らしてなるものかと、下駄が脱げるほどの勢いで馬車に刀を突き刺します。しかし、車内には毛布があるだけで人影はありませんでした。焦る武智たちは、岩田正彦から岩倉智美が水堀に逃げ落ちたことを聞き、周囲の草木をなぎ、たまたま通りかかった通行人の僧侶とその娘から提灯を奪い取り、水堀にかざして捜索します。 どこへ行ったろう残念じゃそうつぶやきながら探し続けたもののついに岩倉朋美は発見できませんでした彼岩倉朋美すでに死せり武市たちは自分たちに言い聞かせるように一生しました岩倉朋美とは関係ない人力車を追跡していた山崎紀夫と中山康通も戻ってきて合流し 周囲に人が集まってきたこともあり国人は事前に決めていた暗号を唱え合って引き上げていきました貫続を打つ快挙を成し遂げた国人は成功を祝して宴会を開き大いに飲んで騒いで眠りにつきましたしかし岩倉朋美は生きていました水中よりわずかに頭を出して周囲をうかがい武市たちが去ると堀端に上がって救出されました 傷口は右腰に切り傷右肩に刺し傷などがあったもののどれも浅く命に別状はありませんでしたただ真冬に長い時間冷水に浸かっていたため体温が下がり一時は危ない容態となりましたがすぐに回復をしています翌日に岩倉朋美が生きているということを新聞で知った武志たちは悲憤に天を仰いで探索したといいます すぐに警視庁による大規模な犯人の捜索が始まりました。重要な証拠となったのが竹地の下駄でした。竹地は焦っていたのか、現場に下駄を残してしまったのです。この下駄は都心のものが履くようなものではなく、田舎者が履くものであると判断されたため、まず犯人は地方の出身者、特に政官論で政府に不満を持つ薩摩・土佐に絞られました。 どちらかであるかを特定するために、竹地たちに提灯を奪われた僧侶とその娘が招集され、薩摩弁と土佐弁を聞かせて聞き覚えがあるかどうかを問いただしました。親子はどちらの方言も聞き覚えがないと言ったため、逮捕にはつながりませんでした。しかし薩摩か土佐の出身であることに疑いのない警視庁が捜査を進めると、 中西茂激などを乗せたという借婦への聞き取り調査によって犯人が高知県人であることが断定されとうとう捜査線上に武智たちが浮上してしまったのです武智は事件後に宮峡を土佐人が多く住む上柳原町現在の中央区築地6丁目に移していましたが警視庁の探偵理がついに迫り 事件からわずか3日後の明治7年1月17日に逮捕されてしまいました逮捕の瞬間武知はしばらく待てと堀にタンスから衣装を出させて身支度を整えて羽織袴姿で折り目正しくお縄につく異常ふぶりを見せたといいます死亡者である竹知の逮捕と同じくして残り8人も全て逮捕されます 牢獄に入った武智たちは激しい拷問と取り調べに遭いました特に下駄の持ち主を執拗に聞かれましたが誰も口を割ることはありませんでしたそれを知った武智は仲間にこれ以上危害が及ぶことを案じて自分が死亡者であることを自白します治験から半年後明治7年7月9日の朝に 臨時裁判所の法廷において除賊の上斬首を申し付けられました除賊というのは家族や士族が身分を除かれて平民とされることであり裁判所は武智たちから士族の立場を剥奪した上で斬首することを言い渡したのですその判決を聞いた武智たちは憤りました死は元より帰するところなれども除賊とは何のことぞや 先に武士の面ンを立ててやると地交代一言は虚構であったか。一堂は怒りと諦めを表情に浮かべた後、顔を見合わせて笑い合ったと言います。そして判決が下された当日、竹知らは刑に処されました。去年35。今日はこのあたりで失礼いたします。 こちらは、中央区日本橋株都町1-10、渋沢栄一宮邸跡、現日商館です。東西線、茅場町駅から、みずほ銀行、株都町支店。右手に東京証券取引所を見ながら、直進するとそこは渋沢ロードです。突き当たりが日商館、左手が株都神社です。 なお日照館にあったこの赤石今は日照館にはございませんさてこの場所はどこでしょうか何も知らずに歩いたところが赤石を発見した上に渋沢栄一吉沢亮さんに出会えるとはまさかまさかだこれだけじゃございません 五代友達にも会えるんですね。ディーン・藤岡さんの等身大パネルがありましたそしてそしてそれだけじゃございません伊藤博文山崎育三郎さんにも会えるんですねこのチャンネルは一期一会チャンネルではございませんいいねボタンのクリックチャンネル登録お願いしますまたいつかどこかで お会いしましょう。また会う日まで。さようなら。